復活区間の駅名が決まりました。 JR 西日本は来年春に開業予定の可部線の延伸区間に開設する駅の名前を神戸小町川と、安芸亀山に決定しました。延伸するのは2003年に廃止となった壁から先の区間、周辺に住宅が増えたことから1.6km だけ線路が復活します。はい、復活ということですけれども、前からその辺の工事が計画の段階から、ね、工事進められて、いよいよ来年春に開業できそうということで駅名も今回決まったということなんですけどね、はい、これね、鉄道乗りに行く人としてはどうしたらいいものかみたいな感じなんですけどね。というと僕なんかはもう昔もう2003年に廃止された壁から三段橋までもう乗ってるんで、これが開業した時に乗らなきゃいけないのか、それとも乗らなくていいのかみたいなこととか。今まで復活の時っていうのはあんまりないんですか？復活はないですよね。もうそれこそ戦時中に廃止になって営業休止になって再開という例はあるんですけど、こういう感じでなるのはないから、けど面倒くせえからとりあえずどうぞどこみたいな感じになると思うんですけど、結果、そういうので考えて、なんか自分でスッキリしないんだったら乗りに一旦なんか広島行ったついでになんか乗るとか、わざわざ乗りに行くとか考えると思うんですけどね。これ徐々に伸びたりするとまたそのためにこう乗りに行くのも楽しいかもしれない。けどこれ以上はないと思うんですけどね。今の鉄道ってあれなんですよ、踏切作っちゃいけないんですよ、新しい路線作るときに。だからそういう意味で古いところを復活させるって言ってもそこに踏切があった場合やっぱ高架線にしなきゃいけなかったりとか手間かかるんで、なかなかないと思うんですけどね。けどそれにね、この安芸亀山駅のところに駅があったかって言ったらない場所ですから、そう考えると乗りに行くんだろうなみたいな感じでは思いますね。はい。